となんかこっちに。ちょっと下から撮ってんだよ、顔ね。オッケー、そのぐらいの表情でいこう。いきます。はい、いいですよ。めちゃくちゃ笑顔をもらってもいいですか。ありがとうございます。もう一回行こう。せーの、はーい。華やかなウェディングドレスを着て大好きな人との結婚を夢見る、それは幼い頃からの女性の憧れとも言われてきました。真っ白のフリフリがいいです。華やかなのがいいんで、なんかキラキラしてる分が理想です。なんかスラッとしたものよりはふわっとしててほしいです。そんな理想のウェディングドレスを着て行われる結婚式、しかし今結婚離れが進んでいるようです。厚生労働省によると、結婚を届け出る婚姻届が1972年のピーク時にはおよそ110万組ありました。しかし48年後の2020年にはおよそ52万5千組と半分以下という結果が発表されています。確かに結婚離れってよく聞きますよね。しかも最近ではコロナによる自粛ムードもあって、ブライダル業界も大変そうですよね。この逆境下にあえて攻めの姿勢で挑む企業があります。広島市南区西カニアに2022年2月にオープンした広島ブライダル館。運営するのは広島で40年以上ブライダル企業として展開する京都サガノです。自粛っていうこともあったとは思うんですけれども、やはりそのあるとかないとか、そういったような選択肢っていうものが出てるっていう、ここにねちょっと業界としてあのカンフル剤を打ちたいというか、結婚式って楽しいよね、結婚式っていいものだよね、そういったようなものを伝えていくための話題提供として、まあ、お客様がここを見てみたいなと思っていただければ、あのユーザーの方が増えていって、日本の伝統が残ってきれいに残っていけば非常に嬉しいかなというふうに思ってます。1980年の創業以来、ブライダル企業として展開する京都サガノは顧客目線で事業を行ってきました。というのも、創業当時は結婚式に関する情報が少なく、相談窓口もないことから、自分たちだけでいくつかの式場を巡り、宴会場やドレスなどを探す必要がありました。そこでその相談窓口として、ブライダルに関する情報を集約したブライダル情報センターを開設。オープン以来、四半世紀でおよそ2万5000組の制約をまとめ、提携先のホテルや結婚式場などから信頼を得てきました。すごく広島の方にあの認知をされていらっしゃるっていうのはすごく強みだなと思っておりまして、まあ、広島の人が結婚が決まった時に相談に行ける場所として、すごく安心感があるなというのをすごく感じました。提携先のサービスを熟知していることも強み。やはり私どもの、サービスに、期待している部分がとても多いので、私どもに期待されている、ものが坂野さんの方でもできる、一番期待しているところにはなるんですけれども、結婚にまつわるさまざまなサービスとお客さんをつなげる、こうしたことの積み重ねで逆境を乗り切ろうとしているんですね。共存共栄を目指して、相手からも必要とされる、ね、お客様にも喜んでいただける、そういったような企業を目指してやっていきたいということで、展開させていただいております。2008年から発刊してきた自社雑誌を6月にウェブ配信に切り替え、ブライダル業界を盛り上げようとしています。でも結婚しても式を挙げることが当たり前じゃないと考える人もいます。そういう人たちにはどうしているんですか。私たちが、京都サガノを始めて40年、ね、その中で蓄積してきたノウハウで、こういったようなものであればお二人のね、あの門出にふさわしい写真をお撮りできるんじゃないか、あるいは残していただく写真として適切なものなんじゃないかなっていうような形を目指して一つに集約した。最近では大々的に結婚式をしなくても写真だけでも十分だと考える若者もいます。そこで新郎新婦の門出にふさわしいフォトウェディングを提案し、結婚式というセレモニーに目を向けてもらいたい、そんな願いが新しくできた広島ブライダル館には込められています。フォトウェディングで欠かせないのがヘアメイク。
プロが手掛けると自分では気がつかない一面が現れるもの。一番輝きたい時に綺麗になるって嬉しいものですよね。お客様が一番輝けるヘアメイクを提案するんですが、やはりフォトですのでナチュラルルームを出しながらお色直し、2着目衣装を変えるたびに違う神父様を提案できるようにフォトでも喜んでいただいております。お願いします。 OK、 可愛い、そのまま行きます。はい。さらに大切なのがウェディングドレスですよね。見ているだけで気分も上がるウェディングドレス、そんな中でも運命の一着に出会えたら最高ですね。結婚情報誌によるとドレスの価格や保管の問題もあり、実に 84% の人がウェディングドレスをレンタルしています。もともと貸衣装業として創業した京都嵯峨野、フォトウェディングを充実したものにするため広島ブライダル館2階にはおよそ1000着の貸衣装が用意されています。こんなにたくさんの素敵なドレスがあると写真を撮るのも楽しくなっていきますね。まず私たちは、どんなドレスのラインがあるかまずちょっとご説明をしております。そこから、例えばこういうきらびやかなものがいいなとか、いやいやもう何もついてない方がいいですっていう方もいらっしゃるので、そこでしっかり好みを聞きながらお客様にご提案をしております。なるほど、衣装選びのアドバイスは心強いものですね。結婚という人生の大きな節目において、プロたちによって素敵な写真を撮っていく、それがナシ婚、いわゆる結婚式離れが進む若者に寄り添える方法なのかもしれませんね。京都嵯峨野では様々な結婚式の形、そしてフォトウェディングなどの選択肢を増やし、顧客が自由に選択できる状況を作り出しているのです。もっともっとね、たくさんのお客さんの思いっていうのが形にできるお手伝いがさせていただければ、私たちもこれからもまた積み上げて新しいウェディングのステージっていうものが提供できるんじゃないかなというふうに考えています。新しいウェディングのステージとは一体どんなものなのか、今後もブライダルの変化から目が離せません。